カノアのアイレアーズ福岡です。今から前回の動画の答え合わせをしていきます。イエーイ。正解はトゥルーンテンフーフーちゃんでした。今からフーちゃんの質問コーナーに入っていくので、はい、ぜひ最後まで見てください。よろしくお願いします。はい、それでは質問します。はい、お名前は大西風花です。はい、年齢は22歳です。出身地高知県です。出身校高知中央高校から手塚山大学に行きました。ポジションはどこですか？セッターです。得意のプレーオーバーパスです。試合で見てほしいプレーは？見てほしいプレーはカバーするところです。入団を決めたきっかけ？楽しそうなチームで決めた。第一印象怖かった先輩は？ひなさん。そのどんなところが？ま、真面目、プレーだったら真面目にしてたからです。あ、普段とのギャップが、うん、なるほど。はい、逆に良かった先輩は？逆に良かった先輩、良かった先輩は、うん、ひかるさん。言わせてませんよ。試合中やらかしちゃったエピソードはありますか？昔ですか？もうバレー人生で、ね、バレー始めてからでサーブをポールに当てたことあります。まああるあるですね。意気込みをお願いします。頑張ります。以上、大西風花選手でした。頑張ってください。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、チャンネル登録チャンネル登録、グッドボタン、コメントお願いします。